曜の季節。ああ、明日は高校で初めてできたお友達レオちゃんが遊びに来る。楽しみ。クッション OK、 お菓子 OK、 飲み物もいろいろ用意した。そしてカップはじゃじゃん、ジオンとレオンのマグカップ。コースターもあるよ。あ、でもワンセットしかない。私だけ使ってたら感じ悪いかな。じゃあレオンちゃんに使ってもらう。でもできれば一緒に使いたいな。あー、もう一つ買っておけばよかった。という人も大丈夫。今夜は、なんとあのマグカップが再び東京 FM からお送りしています、ジオンの季節。こんばんは、ジオンです。あのオープニングはですね、ちょっと16歳の女の子風に頑張りました。皆さん新生活に慣れましたか？新しいお友達はできたのかな？やっぱりこうお友達ができたらいろいろこう語り合いたいじゃないですか。そこで今夜はスペシャルプレゼントがあります。なんとすでに販売が終了していたジオンとレオンの写真入りの、マグカップ&ジオンとレオンのイラスト入りの、コースターセットを2組、セットにして2名様にプレゼントします。1人2個ですよ。すでに持っている人は3人で使えるってことなんですよ。だからこういうねパーティーでね、なんか足りないとか言わないわけだから、皆さん、ご希望の方は番組サイトからマグカップ希望とメールに書いて送ってください。必要事項も忘れないでくださいね。今夜12時まで受付です。当選者の発表は発送をもって、返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。お送りしている曲は MGMT のキッズです。この曲聴くとなんかこう、なんだろう、友達と遊びたくなる気持ちかな。東京 FM からジオンがお送りしています、ジオンの季節。さあ、4月はですね、皆さん分かってますね、電話つなぎまくり月間ですよ。今日は、あ、面白い方ですよ。神奈川県のラジオネームなおさん。ジオンピョンと電話したいです。普段いろんなリスナーさんの、相談に乗っているジオンピョンの相談に乗る逆相談をやりたいです。おお、いいじゃん。珍しいメッセージをもらいました。嬉しいけど。あ、じゃあでは電話がつながっているので、呼んでみましょう。ナオさん。はい、こんばんは。こんばんは。自己紹介お願いします。はい、ナオです。ナオさん、はい、面白い提案ありがとうございます。いや、いつもジオンは相談に乗る側なので、はい、相談に乗ろうかなと思って、はい、ありがとうございます。あれ、はい、悩み相談は得意ですか？いや、でもいろんな友達とかの相談とかには乗ります、うん、よく乗ってるんだ。はい。どんな悩みでも大丈夫？多分大丈夫です。本当？はい、じゃあちょっと考えてみようかな。悩みなんか本当に難しいのだったらどうする？なんか人生は何ですかとか。それはちょっとね難しいけど、はい、 はい、いやちょっとどうしよう。やってみます。はい、私の悩みね、最近ね、聞いてくださいね。はい、レオンくんって知ってますね？わかりますよ、私の猫ちゃんね。はい、ペットとか飼ったことあります？飼ってないです。あー、じゃあ、そっか。猫の、ことはわかってますか？猫のこと、うん、でもレオンくんの相談なら乗ります。ね、レオンを飼って今1年ぐらい経ったんですよ。はい。で、まず悩みから言うと、レオンにとって私は何なんだろう、はい、っていうタイトルです。なるほど。これはなんで私がこう思ってるかというと、はい、レオンはとっても可愛いですよね。
可愛いですよ。可愛いんですよ。すごく、はい、可愛いですよね。だからね、ちっちゃい頃から私がこう可愛い可愛いってこういつもねこう可愛がってくれたらもう毎日振られたわけなんです。はい、もう蹴られたり噛まれたり、はい、なんですけど逃げられたりなんですよ。はい、で、それが猫だと思ってたんですね私は。あ、なるほど。もう猫は どの猫もってことですか。そう、どの猫も逃げるし、はい、なんかこう触られるのが嫌なんだしだと思ってたんですね。はい。でもそれじゃなかったんですよ。はい、猫はほらほっとくとこう寄ってくるとか、はい、甘えたりすると。はい、で、はい、知り合いの猫ちゃんを会いに行ったらもう本当にこう、はい、もう呼んでもないのに来るわけよ。こうなんか甘えたり頭こうスリスリしたり。はい、でレオンはしなくもないんですけどたまにするんですよ、はい、でそれにまたドキッとしてめっちゃ好きとなって、はい、私がまた行くんですよ。レオンって言ったらレオンはまた逃げるわけ。なるほど。そう、それでねこの間ね韓国に、はい、長く行く時にはなんかマネージャーさんに預けるの、はい、そしたらマネージャーさんが、はい、レオンくんが毎日毎晩泣いてると、なんかメア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 うなってると、はい、うんうんってだから、はい、うんうんってなってカリ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 こうやって詰めといてまたなんかうなってなんかやるんだって、はい、そして玄関でなんか、はい、何かを待ってるんだって、それでレオンですよそれは。でしょでしょ、はい、だから嬉しかったの、はい、それで韓国から帰ってきてレオンって言ったらまあなんかちょっと挨拶もしてくれたのをちゃんと目合ってやってなんか匂い嗅いたりしてくれたの。はい。でそれもね信じられないんだけどもう30秒もないのその挨拶が挨拶がねもう10秒ぐらいもうこうやってあ来たかって感じだからそれで終わってるの。でその晩その夜ね、はい、なんかやっぱりレオン君は私がいなかったから寂しかったのかなと思ってね、はい、こうレオン今日はね一緒にこう抱いて寝ようってもう抱いて寝ないんだけどだからベッドでね一緒に寝ようレオン君会いたかったよって私もやってたの、はい、そしたらもうなんか知らんぷりして一人で寝てんのだから意味わかんなくない。毎日から泣いてて待ってたわけなんでしょ、まあ、でも、うん、レオン君はなんか私に駆け引きをやってるらしくて意味がわかんなくないきっと好きなんでしょ。でもそう絶対レオンのことは好きですよ。そっかな。はい。でも私がなんかこう可愛がりすぎなのかな。多分兄弟みたいな感じなんじゃないですか。兄弟例えば、うん、なんか私も弟がいるんですけど、うん、すごい喧嘩とかもするし、うんうんうん、なんかいるのが家にいるのが当たり前だから、うん、なんか本当は大好きだけどなんかなんですか、そんなにずっと、ね、はい。なるほど。家族ってもう分かってるからレオン君もレオンのことが大好きだから、はい、いないと寂しいけど、うん、帰ってきたらああ帰ってきたんだみたいなでもなんか私はほら、はい、毎日レオン君のこと見てて、はい、レオンに対してこうもどかしい気持ちになるんですよ。なんであんななんか可愛い猫がね可愛いけど可愛がってあげたら嫌がるし、はい、なんかだから私は思うの逆にレオン君にはい、なんか私から行かない方がいいのかなって思うんだけど、でもそれで来なかったら寂しいですよ。でしょ。だからできないのだからあ行かない方がいいのかなと思ってもそれもなんか5秒ぐらいももうなんか持たないだからすぐ行くのまたあっちでレオン君あれですよ、うん、亀を飼ってるじゃないですか、うん、最近亀のところにずっといるじゃないですか。そうそうそう、ご飯をあげるから。そうだよ。でそれでレオン君もちょっと、なんで構ってくれないのってなってるんですよ。全然思ってないと思ういやでも一応遠くで見てるの一応私がね亀となんか喋ってると、はい、見てレオンってまたごめんねってまた言ったら逃げるの。なんかおかしいでしょあの猫。でもじゃあカメは水槽の中でいるじゃないですか、うんうん、
レオン君は、うん、ジオンと同じ家の中にいるから、うん、レオン君と一緒に寝たりとか、はい、レオン君に、うん、洋服を買ったりなんかちょっとレオン君にだけすごい、なるほど、本当に優しくするとか、物を買ってあげると例えば、はい、物で釣るってちょっとそれもいい感じじゃない？いやでも、いやでも、いや私やったのよそれ。え、やったんですか？もうやったのよ。洋服はもう嫌がる、おやつもあんまり興味ない、あげるけどおやつ好きなんだけど、はい、その時だけなのよ、はい、それも。だから私はなんか、私もほら何回も私が変わろうと思ったんだけど無理だったの、はい、だからなんか、でもこれだけは確認したいの。レオンは本当に私のことを、だからタイトルのそのままレオンにとって私は何なんだろうっていう。ああ、うん、うん、でも絶対レオンくんもジオンのこと好きだと思いますよ。それはだからそれでいいんですよ。悲しいけどその悩み、あ、そうだから私はそれを聞きたかったの。レオンくんはジオンのことが大好きです。だからね、ちょっとありがとう。悲しいけどなんか嬉しいけど悲しいね。ちょっとレオンくんに何か言って。レオンくんでも羨ましいですよ、ジオンのファンは。レオンくんがレオンくんがはい、だってジオンに好かれて、そんな、そんなことないよ。ファンの皆さんも好きですよ。レオンとはまた違うね、愛情だけど。だからすんごい冷たい日を作るのはどうですか、レオンくんに。分かった、じゃあ今夜そうしてみる。家に帰って、はい、そうしたらどうなるかまた教えるね。そしたら、はい、分かった。ちょっと冷たくした方がいいね、本当に。私でも5秒も持たなかったの、はい、いつも、はい、だから今夜は本当に冷たくしてみる。はい、はい、同じ家の中にいても泣くぐらい冷たくすれば。見ない方がいい。はい、もう目も合わせない。目も合わせない、名前も呼ばない。そんなの無理だ。本当に無理だけど頑張る、はい、そうしてなんか変わったら教えますね、はい、報告してください。嫌いになるとかないよね。ないですよ、それは。絶対ないですよ。分かった。じゃあちょっとやってみますね。はい、分かりました。え、なおさん。はい、この春から大学生。はい、そうですよ。おめでとうございます。どうですか、ワクワクしてます？いやでも緊張して不安で、ちょっとなんかすごい不安とかになるとすぐ泣いちゃうんですよ。きっと楽しくなると思いますよ。はい、うん、頑張ります。はい、じゃあ毎日毎日大学生活楽しんでくださいね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。私の悩みまでなんか聞いて。いやいやいや、じゃあまた教えますね、レオン君のこと。はい、ありがとうございました。お送りしている曲は、スピッツさんの、猫になりたい、今日はラジオネームなおさんと電話をつなぎました。途中から聞いた方はもしこの人本気で恋愛の話してるかも、そう思うかもしれないけど、あ、猫の話でしたよ。うちの猫ちゃんの話でした。なおさんありがとうございました。東京 FM からジオンがお送りしています、ジオンの季節。最後にメッセージを紹介します。愛知県のラジオネームゆいちゃかさんからです。私はジオンちゃんみたいな女優さんになりたいと思っています。ジオンちゃんみたいな美しく、なれる方法が知りたいです。ずっと応援しています。おー、女優さんになりたい。そっか、まだ14歳ですもんね。まずはなんだろうな、私から言えることは毎日こう笑顔で過ごすこと、あとはまあ運動して自分の管理もして、あと健康で過ごすこと、まああとやっぱりこう社会に出る仕事だから、あと自分がこう見えて自分が責任持って自分がやることなんでしょ。だからそれができるようになるようにはこう周りの人たちを大事にすることをもう私は大事だと思ってます。
応援します。頑張ってください。次のメッセージです。山梨県のラジオネームホッタさんからです。ジオンちゃん、辛くてどうしようもない時に心がけていることはありますか？ホッタさん何があったんだろう。辛くてどうしようもないってあんまなくないですか？何があったんだろう、大丈夫かな。そうだな、私はこういつも心の中でこうなんだろうな、思うことがあるんですけど、言葉があるんですけど、あの英語で Go with the flow っていう言葉なんです。それはあの流れに任せるっていう言葉なんですけど、なんだろうな、辛いことがあっても、まあもちろんね、皆さんね、毎日なんか過ごす日常で辛いことあるじゃない。でも時間が経ったらやっぱ忘れるし、なんか何もなかったようにまた笑顔でね過ごせるようになるから、あの本当に流れに任せる、時が何とかしてくれると思うんで、今は辛くても、なんとか乗り越えましょうね。もったさん頑張ってください。皆さん、4月は電話つなぎまくり月間、でしたけど、来週はついにラストです。ひとまずね、来週がラストなんですけど、電話出演、希望の方はどんな話をしたいのか、書いて東京 FM のトップページの番組表からジオの季節のページにアクセスして送ってください。そして今夜はスペシャルプレゼントがありますよね。すでに販売が終了していたジオンと、レオンの、写真入りのマグカップ&ジオンとレオンのイラスト入りの、コースターセットを2組、セットにして2名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトから、必要事項も、書いて、ご応募してください。今夜の12時まで受付してます。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。12時までですよ、まだ時間ありますよ。それでは皆さん、今夜はメイヤー放送のドリミングを聞きながらお別れです。ではまた、来週水曜日夜9時15分にお会いしましょう。ジオンでした。